皆さん、グッドゲーム、アルタマンでございます。さあ、冒頭、動画をね、ご覧いただきました。ブレイクスキップという現象がね、ありまして、まあ、これどういう風に発生させたかというと、まあ、1ゲージそのまま丸ごと抜くとですね、片方の羽壊したことになるんですね。でこれ、前回のイベントから実は、ずっとあった事象で、たまにね、自分は、ロト犬で、このイベントをね、周回しててですね、進撃の祈りで祈ってから、ドラゴンブレイクをポーンとこう、打つとですね、小玉する攻撃がなくても、ブレイクスキップをね、引き起こすことが、できたわけなんですけれども、今回ね、ロトの剣の所有者、200磨き以上の所有者が非常に増えてきたので、この、事象をですね、より多くの人が実践できるんじゃないかというふうに思いまして動画にしました。で、ちょっとね、火力足りないよという方、先ほどの動画はこの装備でやったんですけど、やはりね、この軍師、不死鳥の槍で、小玉をかけると。あるいは、ブレイブナイトでね、竜の女王の冠、上と、冥府の鎧ですか。冥府の鎧をつけて、何らかの方法でね、こだまする攻撃を、CT チャージ 100% にしてやれば、やめはしゃ勝負ない人でも、このイベント楽しめるなっていうことでね。ちょっとね、タイミング難しいんですけどね。エルビスの扇のかけるタイミングですね。ちょっと難しいんですが、それがあれば、エルビスの扇持ってる方はね、このイベントに、参加できるよね、ということで。結構ね、闇覇者装備以外ね、お断りなんていう、ちょっと風潮がね、悲しくも出来上がってしまっているので、ちょっとそれはね、なんとかなんないのかなっていうこともあってですね、皆様にご紹介しました。こちらの方が、羽のね、撃破演出が、1回分ね、なくなりますのでね、あとは単純な戦闘時間も、ちょっとわずかではありますけど、こちらの方が早いですからね、ちょっとそんなわけで紹介していきました。じゃあちょっとね、また再度戦っている様子を見ていただきましょう。ということで、ブレイクスキップの様子を見ていただきました。これね、狙ってやるものではないかもしれないですけどね。このやり方があることで、ロト剣持ってなくてもね、この不死鳥槍とかね、要するに小玉を戦闘開始時にかけられる装備をお持ちであれば、このイベントにね、参加できますということで、選択肢がね、増えるのかなというふうに思います。でブレイクスキップというね、制度が、あること自体もね、この遊び方にはブレイクスキップがありますよっていうことはこれ書いてないので、もしかしたらね、ご存じない方もいるかなと思いまして、そういうこともありますということで動画にしました。何かのね、ご参考になればと思います。
あと今のね、通常のルートというか、まあ、闇発射装備を3人ね、持ってらっしゃる方の中にロト犬が入ったとしてもね、まあ、普通通り狙うこともできますし、あとまあ、できなかったとしてもね、このロトの剣を持ってる人は、ね、こう本体に超ドラゴンブレイクを入れてね、H ゲージ抜いて、こう、翼を出現させて、全体攻撃をね、アシストするっていう役割もありますし、まあそうでなくてもね、まあ1ゲージ分ぐらいは、これ、ぶち抜く火力を持ってますから、まあ仮に一番最初に不死鳥ができなかったとしても、最後のね、翼を両翼落とした後の、とどめの一撃をね、刺すという役割でもいいと思いますのでね、まあこういう立ち回りもありますということでね、まあ何かね、ちょっとこんな方法もあるよとか、こっちの方がいいんじゃないのという風なのがあればね、コメント欄で教えていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは皆さん、グッドラック。